NT もやってんなって思ってましたしまあこの業界はやっぱりそういうところでお金を儲けてるんだろうなっていうふうには思うのでこう語るのは京都市が新型コロナのワクチン接種のために用意したコーールセンターの関係者。京都市のコールセンターでは業務を請け負っていた日本トータルテレマーケティングの元社員東幹雄容疑者と三浦俊輔容疑者が逮捕されています。 2人は去年業務に携わった人数を水増しし京都市からおよそ2700万円を騙し取った疑いが持たれていて責任者だった東容疑者は容疑を否認する一方三浦容疑者は東容疑者に指示されたと容疑を認めていますコロナ禍に乗じて起きた不正コールセンターで見えないところでやってるじゃないですか。 向こうの「いいね」で「こんぐらい人いないでもありませんよ」って言われたあじゃあ「じゃあそれで出しますね」で終わっちゃうんですよ総額およそ9億円にも上る課題請求はなぜ起きたのか追跡京都市をはじめ全国22の自治体から新型コロナのワクチン接種に関するコールセンター運営などの業務を請け負っていた。 日本トータルテレマーケティング通称 NTM しかし京都市から業務委託料を過大請求していたことが発覚今年3月に外部の調査委員会が認定したのはコールセンターを開設した2021年2月から 去年3月まで、総額およそ8億9400万円に上ります午前9時過ぎです京都府警の捜査員が家宅捜索に入ります京都市の刑事告訴を受け、警察が捜査課題請求のうち、一昨年9月分について 勤務実態がない80人分の人件費2,700万円を騙し取った詐欺の疑いで元社員2人が逮捕されました京都市コールセンターの当時の関係者が語るその実態とは僕自身は京都市にはタイムシートはこ,あのここの倉庫にあるから出せって言えば。 出さざるを得ないからっていう話までしてるんですけどこれは課題請求が指摘された際 NTM が京都市に提出した勤務表です手書きで勤務開始時間が8時50分と書き込まれていますがで京都センターは8時15分からの稼働だったので8時50分っていうそもそも始まりのスタートの時間が一つもないんですよ仕事として。 8時50分っていうそもそもそもの数字がありえない。一体どういうことなのか NTM が京都市と同じくコールセンター業務を委託されていた兵庫県伊丹市に提出した勤務表と比較してみるとや勤務時間が伊丹市のコールセンターで働いた人の勤務表を 京都市にも提出し稼働人数を水増ししていたとみられます。さらに私が思っている金額よりもまあだいたい六千八百万円ぐらいは上乗せされてたのでおかしいなというふうに思ってたっていうところですかね。コールセンターで働く従業員について。 NTM が京都市と結んだ契約は従業員が働いた時間分を市に請求する契約でしたしかし NTM は従業員がいないにもかかわらず想定されていた勤務時間分をそのまま請求し過大に請求した総額は9億円近くにまで膨らんでいましたこれについて調査委員会は「 NTM が想定の勤務時間分を契約すると誤解したミスだったと結論付けました。しかし関係者はミスなんかではないと指摘します。今日署の職員がポッとあの視察に来たときに、そのときに席数が足りてなくて足りてないですよねって席を実際一回してるんですよ。でそれそれでも今日なんか今休憩中ですとか、ゴニョ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 言って。 でそれでまあその当時は帰ってったんですけども僕はあのこの件は墓場まで持ってってくれっていうことをその時に言われました、はい、新型コロナ対応という緊急事態に乗じて税金を不正に得る行為 NTM は過大請求の大半を返還したということですが警察は組織的な関与がないかも捜査しています コーールセンタででで見えなないいところでやってるじゃないですか例えばどのぐらいの、えー、と人数を置けばどのぐらいの点数電話の本数取れるとかそういったことを具体的にチェックを多分してないので向こうの言い値いでこんぐらい人いないで回りませんよって言われたらじ,じゃあそれで出しますねで終わっちゃうんですよ。やっぱ付け込む隙がやっぱあるのでやっぱすよ。ームだけじゃないかなって思ってはいます。